GNOME3 は GNOME デスクトップ環境の3番目のリリースシリーズで2011年4月6日の GNOME3.0 以降現在に至るまで開発及びリリースが続いている2020年10月時点の最新版は GNOME3.38GNOME3 はユーザーインターフェースの設計に関して よりモダンなアプローチを取る GNOME1 と GNOME2 が伝統的なデスクトップメタファーを持っていたのに対して2011年にリリースされた GNOME3 は GNOME シェルにこれを切り替えオーバービューと呼ばれるタスク管理と仮想デスクトップ機能を持つより抽象的なメタファーを備えている。また、 GNOME2 のデフォルトのウィンドウマネージャーのまたシティ、オムターが置き換え、最小化と最大化のボタンはデフォルトでは表示されなくなり、タイトルバーとメニューバーは、クライアントサイドデコレーションの機構経由で、ヘッダーバーと呼ばれる、水平方向のバーに一つに統合された。また、アデュアタが、クリアラックスに変わって、デフォルトのテーマとなった。 多くの GNOME コアアプリケーションがより一貫性のあるユーザー体系を提供するために再設計されている。GNOME クラシック環境 GNOME3 のリリースはメニューバーとタスクバーを廃止したことで知られるが、これは GNU と Linux のコミュニティで議論を引き起こした。メイトデスクトップ環境は GNOME2 のコードベースから GNOME2 の伝統的なインターフェースを保ちつつ GTK3 のようなより現代的な Linux の技術に準拠する形でフォークされている。また GNOME3 のコードベースからはシナモンへのフォークが行われている。GNOME3 の初期のリリースに対する批判の中には Linux カーネルの開発創始者リーナス・トーバルズによるものもあった。リーナスは GNOME3.0 のリリース後に GNOME の使用をやめ彼のような GNOME3 に対する異論は彼の知っている多くの Linux 開発者の抱くものになっていると述べている。その後2013年 D ーナスは過去1年の間により良くなったと述べ GNOME を使うのを再開したが GNOME とウィークツールが GNOME 三に含まれるべきことを提案している。2015年時点では GNOME3 に対する評価はより好意的なものとなっている。例を挙げれば歴史的に GNOME2 を使用し GNOME3 のリリース時にザフスの使用に切り替えた Linux Distribution のデビアンはデビアン8、ジェシーのリリースに合わせて GNOME3 を使用するように再度。 変更している。GNOME3.0GNOME3.0 は2011年4月にリリースされた。このリリースは GNOME3 シリーズの最初のリリースであり、デスクトップ全体が現代的に再設計された。アクティビティーズオーバービューや通知、統合されたメッセージングなどをこれは含んでおり、デスクトップ検索機能も強化されている。また、 付属のアプリケーション類もこれに合わせて更新されている。GNOME3.2GNOME3.2 は2011年9月にリリースされた。このリリースでは各種オンラインアカウントのサポートが追加されたほか、ウェブサイトをウェブアプリケーションとして登録できるようになった。また、連絡先管理のためのコンタクトズアプリが新たに追加されており、これは エボリューションやエンパシー内の連絡先と結びついている。GNOME3.4 は2012年3月にリリースされた。このリリースではドキュメンツやエピファニーアプリケーションで新たな見た目が導入されたほかアクティビティ画面から文章を検索できるようになった。GNOME3.6GNOME3.6 は2012年9月にリリースされた。このリリースでは リモート仮想マシン管理アプリケーションの GNOME Boxes や時計アプリの GNOME c l o スが導入されたほか GNOME d i s ク s や e m p a ー y など他の多くのアプリにも改良が加えられた GNOME 3.8は2013年3月にリリースされたこのリリースではアプリケーション起動画面に改良が加えられたほか 検索結果の表示画面も改良された。また、このリリースから拡張機能を組み合わせてクラシックモードが提供されている。GNOME 3.10GNOME 3.10は2013年9月にリリースされた。このリリースではウェランドに対する対応が追加されたほかヘッダーバーが新たに導入された。また、GNOME ュージック GNOME Photos, GNOME Notes, GNOME Maps と多数のアプリケーションが追加されている。GNOME 3.12は2014年3月にリリースされた。このリリースではソフトウェアアプリが改良されたほか、新たに GNOME Videos アプリが追加された。また、ゲデットがメジャーアップデートしている。 GNOME3.14GNOME3.14 は2014年9月にリリースされた。このリリースでは GNOME Weather アプリが再設計されたほか GNOME Photos アプリにオンラインアカウントのサポートが加えられた。また、マルチタッチやネットワークベースの共有のサポートが強化されている。 GNOME3.16 GNOME3.16 は2015年3月にリリースされた。このリリースでは通知表示が再設計されたほかファイルアプリも大幅に強化されている。またスクロールバーに対しても改良が加えられた。GNOME3.18 GNOME3.18 は2015年9月にリリースされた。 このリリースでは、ファイルアプリに Google ドライブへの統合機能が加わった、ほか、BIOS のようなコンピュータのファームウェアをアップデートする仕組みがサポートされた。また、GNOME カレンダーアプリが新たに加わっている。GNOME3.20 は2016年3月にリリースされた。このリリースでは、ソフトウェアアプリから OS のアップグレードをより容易にできるようになったほか、 フォトスアプリに編集機能が追加され、パラリーアプリに大きな改良が加えられた。GNOME3.22GNOME3.22 は2016年9月にリリースされた。このリリースでは GNOME にフラッテパックが新たに統合されたほか、ファイルアプリでは複数のファイルを同時にリネームできるようになった。また、キーボード設定や ダコンフエディターなどに対する改良も加えられている。GNOME3.24GNOME3.24 は2017年3月にリリースされた。このリリースでは夜間モードが追加されたほかレシピスアプリケーションが新たに加わった。また通知エリアやブラウザの機能強化なども行われている。GNOME3.26 は2017年9月に リリースされた。このリリースでは、検索機能が強化されたほか、新たな絵文字が追加された。またウェブには同期機能が加わり、ディスプレイの設定画面も改良されている。GNOME3.28GNOME3.28 は2018年3月にリリースされた。このリリースでは、クロックスやコンタクトズ、カレンダーなどのアプリでピム機能が強化されたほか、 キャンタレルフォントに改良が加えられた。また、リソース確認のための GNOMEUSEGI アプリが新たに追加されている。GNOME3.30GNOME3.30 は2018年9月にリリースされた。このリリースではデスクトップのパフォーマンスが向上したほか、画面共有機能が改善された。また、コンテンツにフォーカスするために ウェブのインターフェースが変更されている。GNOME3.32GNOME3.32 は2019年3月にリリースされた。このリリースでは設定アプリにアプリケーションズの項目が追加され、多くのアプリのリソースと権限について表示、変更できるようになった。また、ボックシズやソフトウェアアプリにも改良が加えられている。 GNOME3.34 GNOME3.34 は2019年9月にリリースされた。このリリースでは新たに背景のプレビューができるようになったほか、ミュージックやボックシズをはじめとしたアプリにも改良が加えられている。GNOME3.36 GNOME3.36 は2020年3月11日にリリースされた。このリリースは グレシクと名付けられており、機能追加、バグ修正など24000件以上の改善を含んでいる。本リリースでは、GNOME Shell の拡張機能を管理する Extensions アプリが追加されたほか、ロックスクリーンをはじめとしたシステム UI の改善が図られた。また、その他にもセッティングスアプリの改善などが行われている。 GNOME3.38 GNOME3.38 は2020年9月16日にリリースされた。このリリースは o ルビ i s と名付けられており28000件以上の改善を含む。このリリースではラストで新たに開発されたツアーアプリが導入されたほかペアレンタルコントロール GNOME シェルのアプリケーションビューなどに対して 多数の改善が加えられている。また、リリース時点の計画として、次リリースは GNOME40 となることが予定されている。ありがとうございます。